今日のゲームのハイライトです。今日は先発は古谷拓也。まず1回です。2アウトから内川がヒットで出塁します。2アウト1塁で松田を迎えます。ただその松田、初球打ちでサードゴロ。古谷がまず1回ゼロという立ち上がりになりました。ソフトバンクの先発は今日は6年目岩崎翔が今シーズン2回目の先発のマウンド。まずは1番の根本が出塁します。ライト前ヒット。そしてこの後立川さん、ワンアウト2塁で角中なんですが、はい、このバウンドセカンド今日福本が守ってますね。ここが前で勝負しに行かなきゃいけないんですけど、最低でも前に弾いてほしかったですね。タイムリーエラーで1点先制は千葉ロッテ。その後ワンアウト1塁から今江が詰まりながらも落としてレフト前タイムリーヒット。2対0とリードを広げます。その後ツーアウトになったと、もう一節があったの大きかったですね。大きかったですね。大松のしかもこれバッティングも緩いボールをうまくセンター前で弾き返しました。3点を取ったという1回の裏の今日のロッテです。そして2回の裏ツーアウトランナー2塁として2番の荻野貴司、引っ張って三遊間破るレフト前タイムリーヒット。さらにこの後2塁を狙った荻野を刺そうとしたキャッチャー田上が悪送球、打った荻野貴司もホームインで2点が入りました。5対0。1回2回と失点をしたホークスはミスが目立ちました。3回です。ワンアウト三塁という場面で中村晃がレフトへ犠牲フライ、ホークスは1点を返します。5対1。一方の千葉ロッテは3回の裏ワンアウトランナーなしでブラゼル、レフトスタンドへの2試合連続第2号のソロホームラン。6対1と再びリードを5点に広げました。今日のクリアの状態どうでしたか。良かったですよね。しっかりあのコースに投げ分けてましたから、はい、ホークスの内川あるいは長谷川といったところも三振に取る4回でした。そして5回、今日は岩崎は、まあ、団長だったんですが、その中でブラゼルが2本目のホームラン、はい、これはすごかったですね。すごかったですね。ライトスタンドの、まあ、屋根に当たるというようなホームランになりました。2打席連続アーチ第3号7対1、岩崎をノックアウトします。ソフトバンクホークスも7回に反撃、クリアから2、3塁のチャンスをつかんで江川ライトへの犠牲フライ、1点を返して7対2とします。さらにワンアウトランナー3塁で今日スタメンマスクの田上、センター前に受けるタイムリーヒット。7対3。少しずつソフトバンクも追い上げを図ってきます。ワンアウト1塁で今度はラヘア、悔しがる、これはネットフライに倒れました。まあ、ここでフリアを交代させます。ツーアウト二塁一塁となったところでフリア交代で大谷。中村を打ち取ってなんとかこの後失点は大谷防ぎました。そしてゲーム9回です。今日は9回はロサが投げます。そのロサもランナー二塁一塁としてしまいますが、最後は今宮を三振に取ってゲームセット。千葉ロッテマリンズオールスターブレイク前最後のゲームを勝利で飾って連勝、貯金を発し、逆にソフトバンクホークスは負けて40勝42敗、借金2で折り返しということになりました。